江崎グリコさんにご登場いただきましょう。ご紹介いたします。デジタル推進部、増田海斗さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。そして、グループ人事部新卒採用チームの村脇舞さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 それでは早速、このお二方からさまざまお話を伺ってまいりたいと思います。まずは最初にですね、江崎グリコがどんな企業なのか、企業の説明を村脇さんの方よりスライドを投影してお願いいたします。では、えー、ご説明させていただきます。健やかな毎日、豊かな人生、江崎グリコでございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちら、食べるで買えるという回。 と書いているんですけれども、えっと私たちは食で変える食べるで買えるというところをコンセプトに新卒新卒活動を行って新卒採用活動を行っておりますで。このコンセプトの背景や意図について今回のご説明の中で具体的に紹介させていただければと思いますので、本日どうぞよろしくお願いいたします。 でえっと、今ですね江崎グリコに関しては新卒採用はこちらの写真にの載っている社員の4名で行っております。で私は左から2人目でございましてあの村脇と申します。よろしくお願いいたします。で出身地バラバラなんですが私は江崎グリコの本社がある大阪府出身というところで、えっと、趣味は餃子を食べることというところであの毎日あの食べ歩いてはあの 食べログでこう評価ををししててみたいなことをしておりますで社員一同ですね、やっぱりあの食品会社というところで食べることとか飲むことは好きな社員が多いかなというような印象です。はい、では早速、会社の説明に移らせていただければと思います。 えと江崎グリコといえばですねおそらく皆様お菓子のイメージが強い方が多いのではないかと思います、はい、ただ、えー、と創業当時実は食品を通じて国民を健康にするということを目指して始まった会社でした創業者こちらに写真の記載ありますあの江崎リーチという会社 方なんですが、も、えっともと薬の事業を行っている中でカキ、うん、の煮汁にグリコーゲンという栄養成分を発見してチフ,スチフスという難病を抱えた息子に与えたところ一命を取り留めたというような経験から栄養状態が良くなかった時代に治療,治療より予防をとしたいとそういうものをしたいという思いから生まれたのがこの あの栄養成分グリコーメケンをキャラメルに練り込んだあのハート型の栄養菓子グリコでしたで、えっと、グリコという会社はですねあの近年の健康志向の高まりを受けるずっと前創業当時から食品事業を通じて人々を健康にして社会に貢献したいというところをあの思いであの始まった会社なんですでその後グリコが開発した製品っていうのは酵母入りビスケットでおなじみのビスコ ですけれどもその後時代に時代のニーズに合わせてプリッツだったりポッキーだったりと徐々にわくわくさせるような体だけでなく心の健康を重視した甘いお菓子の開発にもつながっていきました。でこの創業者の思いをもとにこれまでのグリコはあの美味しさと健康というところを理念に掲げていろいろな商品を、えー、発売してまいりました。でえっと、その中でですねあの 2022 100年年に、えー、弊社100周年を迎えましたで、えっと、そこで、えっと、それを機にグリコはじゃあ何のためにこのように存在しているのか私たちは事業によってどのような社会貢献をしてどんな会社を作っていきたいのかというところを会社として一度、えー、見つめ直して生まれたのがこちらに書いてある健やかな毎日豊かな人生というパーパスになります。 えっと、人人、えっと、人々の、あの、日々の生活っていうところは、いいことだったり、悪いことだったり。まあ、さまざまなライフイベントもあると思います。その中で、この生活者の方々が、その時々の自身の。体や。 心あとは社会的に自分が置かれている状況っていうところを受け入れながら、自分が満足できる健やかな毎日っていうところを送っていくことが、その豊かな人生。つまり、生活者が自分の人生に満足して高い qolqol を保てている状態に繋がっていくと考えております。で、グリコはそんな皆様の健やかな毎日の生活に寄り添っていきたいなというところの思いで、このようなパーパスを掲げております。 一点、ちょっと変わりまして、ですね、今の国内食品業界の動向というところのスライドをか載かせさせていただいてます。で今、ですね、あの国内のじ、えー、と市場というところは、やはり皆さんご存じの通り、人口減少であったりとか、原材料高騰よによって、利益率低下だったり、売上がなかなか伸びないというところを背景に、業界全体としてかなり厳しい状況にあります。 でかつ、えっと、健康志向の高まりというところも受けておいしいというだけでは売れない状況にき、えー、ているというところで、えー、考えております。その中でグリコがあのこれからその皆様に提供していきたい価値というところで、えっと、注力する5つの領域を載せさせていただいております。グリコではお客様起点というところを非常に大切にしていて商品の価値があるかないかというところはお客様が決めると。 考えておりますその中であのこちらに掲載している5つの領域についてお客様の健康課題というところを解決してしっかりとおいしいというところだけではなくて健康志向健康の課題を解決できるような、えー、商品を作っていきたいというところで考えております。はい、というところで、ま、ただ今現在はあのグリコ正直、えー、ただの嗜好品食品企業 として皆様ご認識いただいているかと思うんですけれども、今後あの弊社としてはですね、毎日皆様に必要とされるような日常必須食品企業というところに生まれ変わりたいというところで、えー、考えています。そのために大きな挑戦に、えー、挑戦、大きな挑戦を、えー、しております。 例えば最近ではアーモンド効果だったりとか、えー、と素直しシリーズなどで美味しさと健康を両立してお客様の日常的な健康に役立つ商品の開発に注力しております。はい、で、その他商品の開発っていうところの他にもグリコ社実はさまざまな挑戦をしております。 とこちら、えー、皆さんがあのグリコの商品を手にするっていうところはコンビニだったりスーパーだったりネットショッピングが多いと思うんですがあのそ,れその他にもお客様のとのタッチポイントを増やしていくために事業展開を行っております。で左側の,あの写真にあるのは東京駅構内のアンボンド効果の食文化を発信するための直営店を、えー、オープンしてみたりとか。 あとは右側にあります、えっと、適正糖質を提唱するスナウブランドから、法人向けのお弁当デリバリーサービスを開始したりというような形で、あのお客様とのタッチポイントを増やすために、さまざまな取り組みにもチャレンジしております。またその他にえっに、と、2つ、今、えー、いろんな取り組みをしている中で、特に、えー 成果ががが出始めていいるというとうこころがこちらの2つのつつ取りり組みになりますす目,が左,目左側ですねあの世界的な健康志向の高まりの中であのアーモンドミルクに対しての注目が高まっているというところで実は日本国内ではグリコがいち早くこの市場に参入していて市場国内シェアの90%を誇っているという形になりますこの。今後も引き続きアーモンドミルク市場を牽引していきたいというところで考えております。 で2つ目に関して右側の海外部門での、えー、と成長に関してですで。こちら現在、グリコでは12カ国で事業を展開していて、直近でもインドネシアに、えー、新工場を設立するなど、あの事業拡大に向けて、えー、取り組みを進めているというような形になります。はい、でこんな仲間を求めておりますというところで、あの新卒採用では3点あの軸にしております。1つ目はあの食品地 メーカーですので、食品事業を通じて社会課題に解決,を解決したいというような思いを持っていただいている方、で2つ目に関しては、今あの、先ほどご説明させていただいたような、あの食品開発だけに限らず、さまざまなグリコの変革に対するチャレンジというところに一緒に取り組みたいと考えていただけるような方。 で3点目は、えー、やっぱりその挑戦っていうところに関しては、さまざまなあの苦難であったりとか、挫折っていうところがあると思うんですが、そ,のそれを乗り越えて、最後までやりきって結果を出すというところを、えー、今までの人生の中でも習慣化できている方、この3点を、えー、要件とさせていただいております。ぜひこのような方にあの就職活動エントリーしていただきたいなと思っている次第だすです。 増田さんにあの紹介いただこうと思っているところがですね。あの、本社部署のデジタル推進部という部署になります。えっ、ー、とグリコはあの商品の開発から製造から調達からえっとまあ販売、えー、それをお客様に届けるという。ところで、物流という様々なサプライチェーンがあるんですけれども、その全てにえっと影響を持つような部署としてデジタル推進部があるというところでございます。 グリコとしてはやりたいというところを社員のやりたいという気持ちを応援したいというところで初期配属を確約する職種別採用を行っておりますので今回はデジタル推進部というところで、えっと、募集を行っておりますですねで、えっと、いろいろあのまたご質問のときにと思うんですけれども、うん、公募制度だったり、えっと、テレワーク制度フレックス制度だったりも、えー、実施しておりますのでもし何かあのご質問等あれば質問を コーナーでお話しいただければと思います。はい、ありがとうございます。あの会社紹介としては以上となります。 はい。村脇さん、ありがとうございました。確かに最近ね、本当にやっとこう食で健康を維持するというか、本当に食べるものにこだわりを持つ方が非常にこう増えてきて、一種のトレンドみたいにはなってますけど、グリーコとしては本当に創業時からの思いとしてあった、まあ、むしろこう時代がこう追いついてきた、その心情にというような感じをこう実際の会社紹介から伝わってきました。ありがとうございます。それではですね、まあ現役の社員の皆様が、あの、まあ学生時代どんな選考 行われていたのかでその学生時代のま研究だったりとか学んできたことが今の仕事にどうつながっているのかというところも含めてですねお伺いしてまいりたいなというふうに思いますそれではマスター様よろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますスライドありがとうございます早速あの自己紹介の方からさせていただきます。 はい私あの、江崎グリコ株式会社のデジタル推進部、えー、カスタマー・リレーションズ・グループの CDP チームと名前が長いんですけども、うんうん、そこに所属しております、増田と申します。えっと、入社は2022年、ちょうど100周年を迎えたときに入りまして、勤続年数は、えっと今年やっと2年たったというところです。 学生時代の専攻の内容は、もう書いてある通りなんですけども、農学研究科のところで、あの農学に関する研究を、まあ、後ほどちょっとお話ししますが、しておりました。で趣味は、もう一番最初に料理と書かさせていただいてるんですけども、あの、作るのが自炊とかが大好きで、まあ、入れてます。他にも、まあド、ドライブとか読書とか、そういういろいろとアクティブなところから、静かなところまでいろいろと好きです。じゃあ、次お願いします。 はい、でじゃあ学生時代の研究何をしていたのかとか、まあ、他にもいろいろと活動してたんですけども何をしてたのかっていったところをえと紹介させていただきます。研究の内容はあの書いてある通りなんですけどもあの人工工型植物工場っていうあの施設ですね。 あの高度に環境を制御する施設の中であの LED をいろんなあの照射をあの考えて、まあ、リーフレタスを早く育てたりするっていうところの、まあ、研究を主にしていました、まあ、どちらかというとそれのなんかこう育った植物がどういうふうに育ったのかとかっていうのをまあ解析したりするっていうところでいろいろと論文とかも書いていて、まあ、あのまだまだ先なんですけどもあの論文博士も取ろうかなと思って裏で活動してるっていうところがあります。うん はい、課外活動としてはあのサークルとかも入っていましてあの人力飛行機を作るサークルとかも入っていて結構ものづくりというかそういったところに対してすごい興味が昔からあるっていうところがあります。あともう一つがなんじゃそらって感じだと思うんですけども、うん、あの宇宙木材利用研究会っていうちょっとよくわからないような初めて聞きました <laughs> そうです。よね もともと宇宙とかそういう、なんていう,うねあの鳥人間とかもそうなんですけど、こう飛ぶものとか、なんかちょっと、何それみたいなところ大好きで、宇宙で木育てるって、なんかもう何考えてんだみたいなことだと思うんですけども、うん、かそういった活動をやってる、幸いにもまあ大学があのそういう活動をしているところがありまして、そういったところでいろいろとなんか研究というか、まあ、活動したりとか、発表したりとかいう感じで、割と研究畑に近いようなことをずっと学生の間は活動していましたっていうところです。 はいじゃあ次お願いいたします。はい、えー、と就職活動の軸とかですね、えー、と自分の今、グリコを選んだ理由というところなんですけども、まあ、軸としては、ここに書いてあるとおりなのがあの一番の優先順位として、あの上からですね決めていました。1、まあ、つはあの研究をしていくにあたって、まあ、データをまあ分析することの面白さとか、まあ、それであの、 何て言うんでしょうかね、意思決定、まああの、研究で意思決定って言ったらちょっとずれるかもしれないんですけど、まあ、そこでいろいろと物事が判断できるっていうところの面白さっていうのを感じていて、まあ、それをもっとビジネスとかであのやってみたいっていうのが一つありました。二つ目は、まああの、勤務体系がすごいいいっていう、テレワークが可能でしたり、あのフルフレックス自由、自由な、ある程度決まった範囲ですけども、もちろん自由な時間で働けるっていう良さ。でまあ、あとはインターンで参加した時の雰囲気とか。 まあ勤務地もまあ込み込みで決めたというところでした。はい、で、まあ、就職以外もいろいろと考えていて、あのもっと後半にですね、あの博士課程に行こうかなと思ってたりとか、いろいろとそういったところも考えていたという背景があります。で、グリコを選んだ理由は、まあ、あの上の,あの今説明した軸に沿って働けるっていうところとか、まあ、あの研究内容が食に関係しているところっていうところもあって、まあ、そういったところはあのやり続けたいなっていうところで選んだっていうところはありました。 じゃあ、続いてお願いします。ありがとうございます。で、えっと、これまでのキャリアっていうところで、えっと、現在は、あの、なかったらしい名前があったと思うんですけど、あの、カスタマーリレーションズグループ、CDP チームの、CDP っていうのは、あの、カスタマーデータプラットフォームっていう略称なんですけども、いわゆるデータをいろいろと集めてきて、そこからあの、あの、お客様来てんのっていうのがキーワードであると思うんですけども、 まあ、そういったところを実現するために、データを見たりとか、何ができるのかっていうのを考えていくというところが、今のあの主な業務内容です。で、最初からそういったことを、あの、入社したときからしてたかっていうと、いろいろと、まあ、あの、いろんな経験をさせていただいてるっていうところになるんですけども、あの、二年前に入社して、まあ、研修が終わってから、まあ、最初は、あの、そもそもデジタル推進部っていうところがなくて、あの、経営企画部のところにあった、あの、デジタル化推進チームというところで、いろいろと、あの、活動していました で、まああの、ライフイベントも入っちゃってるんですけども、もいろいろと結婚とかもまあちょっと早い段階でしたりとか、でえー、と2022年12月ですかね、にデジタル推進部っていうのがあの正式に発足して、でそこからまあ今に近い、あの今のやってる業務に近いところに配属されて、えー、とずっと活動してるっていうところになるんですけども、あの会員サイトの、えー、と分析をしたりとか。 でそれからもっと広い範囲、EC サイトとかを含めて、もっと大きいところをデータで見て、考えて、意思決定してっていうところの,、まああの業務をしたりというところで、えっと、活動しております。はい。じゃあ次、お願いします。はい。で学生自体の、えー、っと経験で、えっと、どういったところが生かされているのかっていうところなんですけども。 えっと、一番大きかったのは、やっぱ研究を遂行する能力っていうところは、あの今、全然研究のしてないじゃんと思うかもしれないんですけども、一番大きかったかなというふうに思っています。まあ、あの、粘り強くやっていくところとか、思、まあ、行することっていうところは、日々、あの毎日あの、どの業種でもそうだと思うんですけども、まあ、あの、行われることであって、まあ、デジタル推進っていうところでも、まあ、それを自分が活かせているのかなというふうに思っています。まあ、あと、結構うまい。 うまくいいいかないことって多いですよねやっていると、まあ、そういったところもあの意外と粘り強くやるところとかあと挑戦するところっていうのは、まあ、何をするにしてもすごく大事なのかなと思っています。でまあおまけ程度であれなんですけど、まあ、分析するにあたって必要な、まあ、プログラミング能力っていうのはあの研究当時から、まあ、学生時代からあの趣味でやっていた反面もあったので生かせてるっていうところかなと思っています。 まあその他あの、ちょっとこれ関係ないとこあると思うんですけど、まあ、じゃあ、そういったあの活動をする中で、あの下支えになっているのは間違いなくチームとかグループとか部の体制かなというふうに思っていて、まあ、そういった部分では、あの自分の所属しているチームはあの少数制って書いてるんですけども、もすごい方が多くて、あのいつもあの勉強させていただいてるなと思いながら、まあ、でもあ、あと、中途入社の方がすごい多いので、まあ、そういったところで新卒から入っていって、こう、ガンガンあの、なんていうんですかね、いろんなこう知識とか経験を持っている方が、 方のそばで働けるっていうのがすごいいいなというふうに思っていて、まあ、そういった掛け算であの学生のまあ経験したことっていうのをよりアップした状態で活かせてるのかなというふうに思っています、はい、次お願いします。 ここからはちょっとしたあの業務の内容を簡単にあの詳しい話はできないんですけども、させていただきます。えっと、ま、グリコメンバーズと自社サービスっていうところなんですけど、グリコメンバーズっていうのが書いてあるとおり、グリコが運営している各種サービスを一つの ID でいろいろと見ることができます。会員登録いただいて、で、そこのデータが、例えば、ウィズグリコって会員サイトがあるんですけども、そこで利用している方が、えっと、グリコダイレクトショップ、EC サイトで、えっと、 購入されたとかっていうところもあの同じ客としてあの登録してくださっている方に関しては見ることができまして、まあ、他にもいろんなサービスっていうのをあの推進あのデジタル推進部としてあの推進しているというところになります。はい、続いてお願いします。はい。では、取り組み注力しているところというところで、まあ、ちょっと私のグループの話になってしまうんですけども、まあ、カスタマーリレーションズグループっていうのは先ほど説明したサービスの,、まああの 活性化とかサービス化のシナジーっていうのを見出して、なと推進していくと。で、えっと、CDP と、あとマーケティングオートメーション、まあ、といあいろいろと SNS とかメール配信とかっていうことを、あのよりワントゥーワンでえっと行うっていうところを、まあ、実現するためにいろいろと活動しているというところになります。はい。ちょっと長くなったかな。このぐらいで説明とさせていただきます。ありがとうございました。 はい、マスターさん、ありがとうございました。様々ね、こう、今やられているお仕事から、就職活動時代のこう軸というところとか、お話しいただいたんですけれども、まあ、その中で、あの、まあ、博士課程と迷って、結局、その、実際に就職活動をしたんだよっていうお話あったと思うんですけど、なぜ、その、 大学院というか博士課程に進むことをせずにですね、あの就職活動に踏み切ったのかっていうところのこきっかけだったりとか、エピソードって覚えてらっしゃる範囲で構いませんので、教えていただけまますすかはいいありがとうございます結構、これは正直悩んでいたっていうのはあるんですけども。 一番大きかったのは、えっと、結構修士の時代、まあ、あの学部研究室入って、うんえっと、修士でいろいろと研究をしていてこう英語論文とかをいっぱい出していて就職した後もそういった論文博士という道があるよっていうところは。あの 先生とかからいろいろと聞いていたので、研究を続けていないじゃんっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、論文博士を取るっていう一つの目標っていうところは達成できるかなって思ったので、まあ、就職に切り替えた、うん就、就職することにしたっていうところあります。でも、いざ就職してみると、意外と研究の畑も良かったなっていう形で、選択肢っていうのを残せているっていうところで、まあ、自分の幅を広げる。 という選択で就職を取ったとっいうのもあるので、まあ今の時点ではあのそういう形でプラスで働いているのかなと思っています。うん、なるほど。まあ、実際にそう全く違うような分野でこう働きながら、まあ、ロブ文博士というところのこう道筋ゴールというところも目指されているというところですね。ありがとうございます。はい、実際にそのインターンで感じた雰囲気というところもあの会社を選んだ一つというお話ありましたけれども、なんかこうどんな あの雰囲気を感じ取って、それがこう入社のきっかけにつながったのかなというところを具体的に教えていただければと思います。はいいあ,ありがとうございます結構あの私があのインターンに参加した時っていうのが2020年ぐらいの、うん、ちょっとコロナとかも流行って,て、はい、あのなかなか対面ではできないっていう中で、うん、オンラインでもあ,のあったんですけども、インターンシップを。でまあ、参加する中で、あのー、その 教えてくださって、あ一緒に、えっ、ー、とまあ当時えっと経営企画部のデジタル化推進チームのえっ、ー、と所属していらっしゃるえっ、ー、と方々の なんて言うんてううでしょうかねやっぱオーラって言ったら <laughs> ざっくりですけどもうん、うん、やっぱ雰囲気あとは、えっと、結構まだ聡明期と言いますかあのデジタル推進部になったのもまだ最近っていうのもあってなかなかこう0ゼロから1に変えていくみたいなフェーズの要素が強かったのでうん,、うん、なんかそういうところっていうのが自分にとってはすごい魅力的だったというか自分の活動してきたサークルとか研究とかもやっぱ0からこう1を生み出すぜみたいなところのうん、うん <laughs> 要素が強かったので、うん、なんかそこはすごく魅力的に感じて、うん、まあ選んだっていうところはあります。うん、でも今もあのじゃあ <laughs> 1から100になってるのかって言ったら、まだまだ0から1のところもあったり、うん、そう 1>, 1から100のところもあるので、うん、まあそういったいろんなあのフェーズを経験できているっていうのがすごい魅力的だなって思っています。うん、確かにこうやってまあ説明会だったりですとか、こうインターンシップにこう参加しないと、どうしてもこう。 あの、商品というか、さ、あの、ものがあって、こう、江崎グリコさんは、こう、その、 物を食べるとか、なんかこう、そういう関わり方しかないんじゃないかなと思いきや、こうやってなんかこう、実際にプラットフォーム上で、あの、グリコさんの会員同士が、こう、コミュニケーションを取れるようなプラットフォームがあったりですとか、あと、実際にこう、お店、直営店というものもあって、まあ、そこで、なんかこう、アーモンドミルクの、こう、体験ができたりっていうところで、なんかこう、本当に様々、事業領域というのが広がっているなという印象が、今ちょっと聞いただけでも、こう、ワクワクしたんですが、実際に そういったところが増田さんもこうインターンの中で感じられたということでしょうかあそうですね、結構新しいことに挑戦しようっていう雰囲気は、うんあの、インターンを参加した時にもすごく感じていたので、ここに入って、うん、あの新しいこともできるんじゃないかと、もちろんその <laughs> 今あるものを良くするっていうのは大事だと思うんですけども、新しいことに挑戦しようという気概っていうのが、あの 参加したにには感じられれたたので、まあ、それも結構決め手ななっっかなと思っていますちなみに差し支えない範囲で教えていただきたいんですが、なんかこう、業界、見ていた業界とか就職活動のときに、なんかこんな業界を見ていて、最終的にその食品業界というところに決めたポイントはどんなところだったんでしょうか。はいあ ありがとうございます。そうですね。まあまず一番はその研究を続けるかどうかはやっぱりあったので、はい、それこそあの何て言うでしょうかね <laughs> 業界っていうかわかんないですけども、うんうん、まあそこは一つです。一つの選択肢として。はい。でもう一つはあのおっしゃってくださったように食品業界でまああの他社のあの食品業界っていうのは見ています。うん であとはあの私自身はあ,のあまりその活動までには至らなかったんですけどもあの、うん、いわゆるプログラミングとか使うような業種ですので、うん、えっといろいろとあると思うんですけど、まあ、コンサルティングとかも今あると思いますし、うん、あとはあの製造関係のほかのもっと食費に限らずあの事業持っているものとか、まあ、いろいろと幅広で、えっと、最初考えたんですけどもやっぱりやりたいこと、はい と、あと、その掛け算した、あの、なんて言うでしょうかね。まあ、例えば食と、あと、デジタルでやりたいところを掛け算した結果、残ったところがあまり多くなくて、うんうん、結果的にここになっているっていうところも要素としてはあるのかなと思っています。 デジタルってもう掛け合わせただけでぐっと絞られそうだなという感じがしますし、なんかこう、マスさん自身もあのプライベートであの料理などをされているということですから、その好きというところを実際にお仕事にされたというところが、まあ一番その就職活動の中でこう大事にされてたポイントだったのかなというふうにお話を聞いていて思いました。ちなみに、その先ほどあの研究内容とは今のお仕事ガラッと変わったけれども、まあこういったスキルが生きてるよというふうにいくつか挙げていただいたんですが、 今振り返ってみて、学生時代こうやっておいてよかったと思うこと、うん、またあの学生時代にこう戻れるとしたら、今のうちやっておいた方がいいんじゃないかなと思ったこと、もしあれば教えてください。はい、ありがとうございます。そうですね、学生時代にしかできないことは、うん、あのやっておいた方がいいと思いますしそう、自分もそうしたと思ってますし、今戻ってもそうしたいなと思うので、そこは絶対かなと思います。具体的にはまあ、うん もちろん研究活動とかも、そんな、はい、あの言ったらあれかもしれないですけど、うん、企業入ってする研究と多分。うん 学生時代でやる研究は違うと思うので、はい、そういったところを大事にしてあのいた,だいたらいいのかなと思ったりあとはそうですねやっぱり旅行とかそういうあのいろんなところに出かけたりとかいろんな人と会うっていうのはもっともっとしておくべきだったなって思ったりはするので<ー>やっぱうん時間があるかどうか分かんないですけどもあの社会人よりはあるかなというふうに勝手に思っているので、まあ、そういった経験あと若いうちにあの自分も若いと思ってるんですけど 近、はいうちにいろんなところに出かけたりするっていうのはすごくあのいいのかなって思うのでなんかもし戻れるなら確かにそういうことはしたいなと思いました確かにまあその学生時代のこうインプット時間をかけたインプットみたいなところがこう社会人になってからのこうアイディアだったりとか企画を考える上でこうふっと降りてくる瞬間ってあったりするかなと思うので、うん、なんかこう今時間があるうちに。 こう様々なものを吸収するっていうのは非常に聞いていて大事なんだなというふうに思いました。ありがとうございます。それではですね、あの学生の皆様からもいくつか質問をいただいていますのでこう、事前にいただいた質問にお答えしていければなというふうに思います。はい、こちらですね、えっ、ー、と、村脇さんからお伺いしたいんですけれども、えっ、ー、と、入社後の 成長やキャリアアップに向けて、提供されている、ご支援制度などはありますかというご質問をいただいています。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、はい、各種ございますというところですね。今、うん、どういうキャリアアップかというところにもよるんですけれども。あの、エムビの取得を促進する、あの、制度でありますとか。あの、うん、研究の、あの、自分で通信教育とか、何か。 えー、外で研修とか資格を取るっていうところでしたらそこの費用負担もあのしっかりとございますというところですねうん、うん、あとはもしその例えばあのキャリアアップっていうところであの他の部署とか、うん、あの職種に関しても見たいという方はあのいらっしゃったりもしますのでそういう方に関しても、うん、社内公募制度というところであの3年以上あのそのその 最初に入社されたところで頑張っていただいた後にあのに手を挙げて、えー、自分の行きたい興味のあるところにあの職種応募いただいて実際に上長のとなる方と面接して、えー、と合格となれば移動という形の,あの部署あの制度も用意しておりますのでかなりあのキャリアアップであったりとか自己研のあの補助はあるかなと思っております。 なるほど。ありがとうございます。はい、それからですね、増田さんにお伺いしたいんですが、あの、具体的にこう、一日の過ごし方について簡単に教えてくださいというような質問をいただいてます。はい。 結構出社する日としない日でも全然違うんですけども <laughs>、出社しない日は結構ゆっくり起きます、朝は <laughs>。で、えっと、もちろん普通にあの業務はしますし、会議があの出たりはするんですけども、まあ、あの普通に、例えばどうしても用事があるときとかは、1時間ちょっとあのここ休みますみたいな感じで、まああの 時間を抑えておいて、まあ、そういったところにあのしたりとかして、夕方とかはあの料理結構するんで、あの妻が帰ってくる前に料理をして、えー、でその後また仕事するとか、はいはい、結構柔軟に、うん、あの出社してない時はしてるって感じですね。うん、出社した時はまは、普通にもう朝起きて出社して <laughs>、仕事して帰るって感じなので、普通のサラリーマンと一緒かなって感じですけど、うん、在宅のこう自由とか、時間の自由っていうのをすごい生かしてると思います。うん 確かに、こう、柔軟にね、こう、活用しながら、こう、自分自身の、こう、プライベートな時間と、まあ、お仕事の時間というところを、こう、メリハリをつけて、あの、分けて生活してくださ、してらっしゃるというところですね。ありがとうございます。それから、職種やポジション次第では、海外勤務することもあるんでしょうかある場合は、何年目くらいの方が多いなどはありますかというご質問をいただいています。こちらはいかがでしょうか はいえー、とそうですねあの海外勤務がこういうキャリアコーパスでありますっていうことはうん、うん、現段階では特にはないんですけれども。あの そうですねありませんということもないので正直あの人によりますというところが正直なところですねはい、はい、であの、うん、割とあの社員の意向とかチャレンジしたいことっていうところはもちろん実力とか努力はいただかないとい,かない,いけないんですけれどもそこである程度あの実力を身につけていただいてあの手を挙げていただければ絶対にできないというところはない会社かなというところではありますのでうん、うん、なので。 そうですねスキルをつけていただくのは、多分かなりかかなりりますよね増田さん、そうですね <laughs>、まあ、でも人によるかなと思いますけどね、なんかやっぱ、うんうん、あ同期でもすごいなって思う方もいっぱいいますし、うん、<laughs> なんか人によりけりかなと思いました。うんうんうん、ありがとうございまってなるとあの、やっぱりあの努力をあのしていただいて、あ,のある程度あの、実力つけていただければ、いつでもチャレンジする環境はあるかなとは思います。 うんなるほど。ど実際にこう、選んだ業、あの、サービスだったりとか、こう、関わる、こう、プロダクトによって、まあ、どこに行くかとか、何年目で行けるかみたいなところは変わってくるというところですかね。 そうですねうん、うん、とあとその,その方がどういう分野どういう理由で海外にチャレンジしたいのかっていうところにも関わってくると思いますので一概に何年目から行けますっていうところは正直ないのでその人の意向とあのキャリアの意向とか実力と要相談しながら考えていくっていう形になりますうん、うん、なるほどありがとうございます。 それからこんな質問も届いてますお二人が働く前と後で感じた会社に対するギャップは何かありましたかという質問ですこちらじゃあ増田さんからお聞きしましょうかはいありがとうございますそうですね結構インターンシップは参加してたんであの会社の中の雰囲気とか、まあ、こういう仕事をしてるんだろうなっていうイメージはあ,のある程度持って入ることができていましたで、まあ、感じたギャップ いうところはそうですね思った以上にやっぱデジタル化っていうのを進めるのは難しいんだなというかまあ、正直遅れているところは多いなっていうのは感じていましたはいのでそれを変えられるように頑張りたいと思っています。ななるほどなるほほどど村脇さんはいかがでしょう ありがとうございます。私は新卒6年目なので、えっと、2019年入社にはなるんですの、はい、ちょっとだいぶ前なんですけれどもあの私が入社して思ったのは新人にこんなに業務量と業務量っていうか業務量が多いというよりもあの責任の大きい仕事を任せてもらえるんだというところにすごくびっくりしました。ーでセーールスでで私は入社したんですけれども、あの全国チェーンの、の 企業さんを担当させていただいたりというところで、うん、増田さんもおそらくあの遅れてるところを変革しろっていう,こうミッションを与えられて大きいミッションだと思うんですけどそういう形でチャレンジをする裁量とあのミッションを与えられるっていうのがうちの特徴かなと思います。うん そうですよね。増田さん、まだ2年目ですもんね。<laughs> 今、やっと3年目になります、ね。やっと3年目になって、<laughs> でも、この食品業界のこうデジタル化というところのこう大きなミッションを背負って増田さんは動いているというところなんですね。ありがとうございます。そして、えー、食品業界にも多くの企業が存在すると思うんですが、御社ならではの強み、どういった点になりますでしょうかというところで、こちら、村脇さんにお伺いしましょうか。 そうですね、弊社ならではの強み、まあ、あのうちだけのっていうところでいくと本当にまあ人とかあの人資源というところをすごく大事にしているので、うん、まあそれはあのワークショップとかインターンシップをあの通じてしていただければなとは思うんですがうん、うん、ま食品業界の中でそうでさ、ね、まざ、あ、まなあの温度帯であったりとか商品ラインナップがあるところは弊社の強みかなというところでは思っております。はい。 確かに本当にね、こう先ほどの会社概要の説明の中で、こうサービスをいくつか出していただきましたけど、結構どれも見たことあるとか、手に取ったことある、食べたことあるっていうものが非常に多かったので、まあそういう,こう生活者の,せあの生活にこう密接に関わっているような商品、まあサービス、プロダクトがこう多いというところはすごく強みなんじゃないかなというふうに聞いていて思いました。 それからですね、こちらは増田さんにお伺いしましょうかね。当時のどのような部分が評価されて、今の会社から内定が出たと思いますか、差し支えない範囲で教えてくださいというご質問いただいてます。はい。まあ、うん、これ自分で分析するので難しいかなと思うんですけど、ねはいまあ、今、振り返ってみて、まあ、当時のどんな部分、どんなこうエピソードだったり、こうどんな強み、 自己 PR というところが江崎グリコさんには刺さったのかというところ、うん、<laughs> そうですねやっぱ一番は自分で言うのもなんですけど結構研究の道を目指してて就職活動してる人って少ないと思うんですよね今でもんなんかあのやっぱ、うん、難,難しいと思うんですけどそこら辺の考え方っていうちょっと変わったやつだなっていうのがあったりとか <laughs>、まあ、あとは結構もう。 粘り強くとことんやるのは得意なので、まあ、そういったところとかは研究とかであの、まあ、学生時代の活動とか通じて培、まあ、ったところだと思ってるんですけどもそういうところがすごい評価されてるのかなというされたのかなっていうふうに個人的には、はい、解釈してますなるほどありがとうございますそれからもう一つ研究と就,職就活はどのように両立されましたかという質問も届いてます はい。私は結構研究全振りというか <laughs> 研究頑張って、その研究頑張ってるのが伝われば就職もできるでしょうっていうぐらいのスタンスではいたんですけど確かに確かに。なるほど。まあでも 難しいですよね、なんかやっぱ就職活動いっぱいした方が、やっぱ安心だったりとか、うん、あの内定がもらえるとか、多分あると思うんですけども、あ,のあくまで私の一個人の意見としては、全力でやってることが一つ、二つあれば、それはあの刺さるんじゃないかなっていうふうに思うので、やっぱ磨けるものを自分の中で磨いている方が素敵かなと勝手に思ってます。うんうん はい。確かに、これはまあ、立憲就活ならではというか、本当にこう、自分自身の今の研究というところをこう、突き詰めるところまで行けば、それが評価される。まあ、そういったような、こう、就職活動と、あと、研究のこう、バランスというところを見られるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。さあそれではですね、ちょっとまだまだお話を聞いていきたいところではあるんですけれども、あっという間に終わりの時間が近づいてまいりましたので、えー、募集情報のご案内を、まずは村明さんからお願いいたします。 こちら。見えますかね。はい、今見えております。あ、えっとですね。多分音声がミュートになってますね。村脇さん、はい、失礼いたしました。はい、あのこちら、今回のえっと募集要項になっておりまして、えっ、ー、と今回デジタル推進部下から2つ目になっております。で、うん、募集条件としては、えー、工学、農学医学系でプログラミングができる方という方をえー、募集しております。 でインターンシップの概要については講義だったりとかハッカソンを持ち通じたグリコのデジタル推進職の業務体験という形にはなっているんですけれどもちょっとこれは確定というわけではなくて一旦たん未定という形ではあります。 ありますので、うん、参考程度に見ていただければなと思っておりますで時期としては8月から9月を予定しておりまして1日1日から2日間を予定しておりますで会場に関してはあの江崎グリコ本社の大阪オフィスで、えー、大体20名程度で、えー、募集をしようと思っておりますのであのぜひ皆さんあの今回のご説明聞いてあの応募してみようかなという方はあのどしどし応募いただければなと思いますよろしくお願いいたします まさにね、こう20名というところですから、ま巻、あ、狭き門かなと思います。このサマーインターンでね、こう社内の雰囲気だったりとかカルチャーというところが実際にこう感じ取れるチャンスなんじゃないかなというふうに思いました。これからね、あのご覧いただいている学生の皆さんは、こういったインターンや本選校を迎えることになると思うんですけれども、26卒の学生の皆さんに向けて、それでは村脇さん、松田さんの順番で、えー、最後にですね、学生さんへメッセージをお願いいたします。では村脇さん、お願い,いします。 はいいありがとうございます、まあ、江崎グリコとしての,あの新卒採用という形ではあるんですけれどもぜひあの食品業界でデジタルを、えー、頑張ってみたいという方はどういうふうに頑張れるのかなとかどういうことをグリコやっているのかなって興味本位でも全然大丈夫ですのでぜひあのご応募いただければなと思っておりますあの社員もかなりあの従業員用意してあのできるだけふりあっていただく機会も用意していきたいなと思っておりますので、はい、ぜひご応募お願いいたします。 ありがとうございいいますそれでは増田さんお願たしますすはいそうですね多分悩むこととかいっぱいあると思います、うんうん、なんか今思い返せばそうだったなと思うので、はい、なんかでも、それでもいろいろとこう挑戦するあの、なんか自分で言うのもなんですけど、いろんなところにあの挑戦するっていうのがやっぱりすごくいいと思いますので、ただその中であの、ぜひ、もし一緒に働けると時がくれば、ぜひっていう形ですす応援しししてままよろしくお願いします。 はい。改めまして、今回ご登壇いただきましたのは、江崎グリコより、増田さん、そして村脇さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。